サマーステーションライブ in 幕張。続いてのアーティストはフランプール。希望や夢は僕が思う。
ほど素晴らしいかな、輝いているのかな、未来をこの胸に数えきれないほど何度も君の名を呼んだ、どこかで凍えんでるかな、空に放った僕らの光は幻想の中消えて、優しく僕¡Gracias!
生のシーズン9が加わる心溶かす素足が焼けとしそうなテトラの口でさつのスカートの突き捨て幕張の皆さん楽しんでますか？後ろ楽しんでますか？前は幕張。いやーいいですね。いやなんか本当に今日はもう素晴らしい出演者の方々と一緒にできるということで、めったにあまりない機会なんですけども、本当にありがとうございます。いやすごいよ。いやすごいね。異色じゃないこのイベント。かっこいい、楽しいし、踊れるし、
もう俺らほんまになんもないからな。いやいや面白いよ、見た目は一番は多分。いやいや、もう見た目今日のイベント1位。いやいや、全然この夏一面白い見た目やね。いや誰がこの夏一面白い。ギターがちっちゃく見えるもんね、お前の。いや違う、全然なことないよ。もともとちょっとちっちゃい。いやいやいや、一緒や。いやいや、今日はもう本当にね、あのフランプール見たことありますか？あ、確かに見たことある人。ああ多い。あ、結構見たことあるやで。テレビとかじゃないで、ライブ来たことある人。あれ、えフランプール人気やん、意外に。あれ今日エグザイルザセカンド目当てに来たっていう人。いや、ほら見てみ、この聞くなよお前、見てみや、聞くなよ。なんで今おーって行こうや、曲に。いや違う、今日はもうほんまみんなに好かれたいからあね、ブルエンの方はもう無理やって、お前みたいな。違う、もうブルエンさんはもう嫌われる覚悟でって言ったけど、もう俺らはもう好かれたくて仕方ないから違う、めちゃくちゃ熱いこと言ってた後に。いや、もう俺らはもうそこはもう嫌われたくない精神でやってるやん、このね、ほぼ10年近くやってきてますから。10年近く嫌われたくないからやってきたらちゃうの。だからもうほんまに日焼けでも何でもやろうかと思ってますんで、どうかフランプールも好きになっていただけたら。お前日焼けしてもお前なんもないで。いや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 、日焼けして踊れたらもうメンバーやろ。どの顔が言ってんのよ。多分デブが一番嫌いやと思うね。え、デブが一番嫌いやと思う。お前ダイレクトに言うな、お前。やっぱりダイレクトに言うな。デブザイルさんのファンの方はね。いや、そんなことないよね。うん、ええやええや、別に俺のことなんかどうでもいい。いや楽しいっすね、皆さん楽しんでくれてますか。いやいいね、あの今日はすごいメンツですけども、出番はみんなこの4つしか出ないんで、そろそろこう温まっていかないと。準備運動でいいんで、僕ら準備運動でいいで、もし全く知らない曲だとしても、なんかこう、うん、準備運動してんなっていうぐらいの、ね、そんな感じで、そんな感じでってのはダメですけど、楽しんでほしいなと。まあ夏ですからね、もう夏、ちょ暑かったでしょ今日も。ここまでね、ちょっと雨が降ってまして、だからその逆に湿気がね多くて、すごく暑い中皆さん来てくれて本当にありがとうございます。この夏ということで、夏らしいこと、夏だからこそなんかこう変わりたいとか、もう毎年毎年僕はね、この夏こそと思って、いろいろねこうチャレンジするんですけど、なかなかほとんど叶わないよね。いつの間にかこう夏って終わっちゃうんですけども、だけど今年の夏こそ何かを変えたい、自分が何かに変わりたい、そんな思いを持ってる人の何かきっかけになるような曲になればいいなと思って、次の曲をやらせてもらいます。聴いてください、リブート、諦めない歌。ありがとうね、手拍子ありがとう。Hey!
めちゃくちゃいいけど、でもなんか
だ。めちゃくちゃいいや。でも一応社交辞令でもう一回だけやらせてください。社交辞令で言わせてください。全然ダメダメバネ。まだまだいけるでしょう。まだまだ余力絞ためてるでしょう。ダメだよ、乗り遅れるよ。こっからの流れに行こうぜ。幕張行けるか。後ろだ後ろだで見えてるぞ。行けるか。もう一度行くよ。Oh,
ありがとう。最高のライブありがとうございます。ありがとうね。今ちょっとまだ歌うんだと思った人いるでしょう。もう一曲だけいいですか。上げて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 準備運動をしてきて、ちょっと休憩してまた上がるからね、この後ね。その前にちょっと落ち着くような曲を一曲最後にお届けしたいんですけども、今日初めて出会ってくれてどうもありがとうございます。今日もしね、ありがとうね、本当に。それだけ今日という日のライブのためにみんな生きてきたんだと思います。僕らもそうです。だからこの後本当に素晴らしいアーティストが出るから、心から楽しんでいってください。これだけたくさんの人がいますけども、自分が一番楽しんでやるというそんな気持ちで今日というライブ、そしてこれからの人生も楽しんでいってください。今回のライブ、いや、ライブ前めちゃくちゃ緊張したんですけど、いやだってね、なんかそのすごいこのイベント異色というか、そうですね、初めて一緒に初めてライブを一緒、まあまあまあ、一緒なかなかないですね、なかなかその普通のフェスとか、ね、普通のフェスではこう交われない人たちとの、ライブだったんで、まあ、僕らはいいんですけど、そのファンの人たちがどんなこう盛り上がり方をしてくれるのかというすごいその不安があったんですけど、やっぱ怖そうやもんな、なんかちょっとさ、なんでエグザイルさんのファンとかさ、ちょっとそんなこともないでしょ。そんな怖いことはないやん。ゴールデンボンバーさんもエグザイルさんをめちゃくちゃいじったらいいんちゃうかなと思ってんけど、お前言ってたけどちょっと怖かったからやめたね。なんかかろうじて日焼けぐらい、日焼け精いっぱいやったな。ちょっとビビりましたか。ちょっとやっぱビビりましたね。確かに生で見たらすげえでかかったもん。でかい、確かに。でも確かにすれ違った時ちょっと無視された気したんですよ。やめとけ。いじったから。怒られる。いじったからか。廊下で不良と会うみたいなさ。嬉しいですよ。確かに。いやそうですね。いやでもすごいファンの人たち会ってなかったんで、きっと優しい人たちなんだろうなと思いながら楽しくできました。はい、そう、私もちょっと袖から見てたんですけれども、皆さんね、タオルとか振ってて、すごい盛り上がりでしたよね。ね、なかなか普通ね、こういうフェスってのは本当にもうみんな座ったりとか、もうあるんで、はい、あんなにこう立ち上がって、一緒に盛り上がってくれるというのはもう珍しいなと思います、ね、うん。ということで、今回のあのサマーステーションライブ、今、幕張なんですが、テーマが、探そう、僕らの宝物ということで。はい、宝物。はい、なんか宝物ありますか。いや、やっぱりメンバーですかね。やばやっぱどうですか、言われて。なんで俺は思ってないね、でもそこはちゃんと否定しとくけど。なんでやねん。意見の相互がね、だから宝物、やっぱね、もう来年10周年になるんで、はい、やっぱここまでずっとね、ここ幼馴染ね、ここで言うと幼馴染が30年近くいるんで、やっぱ宝物ですし、いやいやいや、やっぱこの夏もなんかファンです。言ったら笑うなよ。お前1ミリも思ってない。1ミリも思ってないお前。それはファンに失礼や。バンドお互い失礼や。何を罵り合ってるんですけど。そうですね。でもまあ。じゃあ皆さんで夏やってみたいこととかってありますか。それはもうなんか合宿とかなんかキャンプとか。合宿。行きたいですね。いやいや、曲作りが合宿とかなんかやったことないんで。なんか嫌そうな顔されてますけど大丈夫ですか。
そうですね、なんか長期間で、せっかく夏なんで長期間なんかメンバーに会わんでいいスケジュールがいいっすね。逆にね、毎日会うから。あ、確かに、お忙しいですね。そうですね、逆にじゃないよ、会おうよ。疲れてるんだよ。会おうぜ、行こうぜ、合宿。宝物とか言われたら疲れるんだよ。ほら、カメラの前だけなんだよ、こいつ。そうなんですか。そんなことない。普段はもうすごいですよ、遅刻とかすごい。上も行きましょう、はい。一人だけ個人行動すごいからこいつ。合宿ですね。どうしよう、このカメラの前。仲いいですよね、大丈夫ですよね。仲いいですね、もう本当に仲いい。じゃあ最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。皆さん、フラップルライブ見てくれてどうもありがとうございます。まだまだね、僕らも音楽走り続けていきますし、今日も素晴らしいバンドさんがこの後、アーティストさんがこの後続きますので、皆さん楽しんでください。